こんにちは、大地です。今回はドイツサッカー留学についてお話ししようと思います。僕はドイツに来てまだ2年8ヶ月しか経ってないんですが、その間に経験したことをお話ししていこうと思います。僕よりも長くドイツにいられる方は、こいつ何言ってんだとか、ドイツを語るなと思われるかもしれませんが、あくまで僕が思ったことを言うだけなので、聞き流していて結構です。見ていただいている方の時間を無駄にしないようなお話だと思うので、最後まで見ていただけるとありがたいです。まず僕がドイツサッカー留学をしたいなと思ったことについてお話をしていきます。ただ喋っているだけだと分かりづらいと思うんで、3つのポイントに分けてお話ししていこうと思います。僕がサッカー留学をしたいなと思ったきっかけは、小学校1年生からずっとサッカーやってきたんですけど、大学生の時に、バイト終わりにテレビをつけたところ、イギリスのプレミアリーグの試合が放送されてて、それまで日本のプロはもちろん、海外の試合もあまり見たことがありませんでした。しかしその時、深夜で、暇だったため、見たところすごいワクワクする試合で、特にその中でアザール選手のプレーを見て、こんなすごい選手が海外にいるのかと思って、その場で海外でプレーしようという決心をしました。高校まではプロを目指してサッカーやってきたのですが、大学生の時に、サッカーでプロになることを諦め、消防士になりたいなと思ってました。で、先ほどお話ししたように、夢を変えて海外でプロになろうと思ったことが留学をするきっかけになりました。そう思い始めた時から、海外に行くために大学サッカーをしながら3つのバイトもして、行く費用を貯めて準備をしました。自分の大学から留学をした人が何人かいて、その人に話を聞いて、いろんな情報を集め、その中で選んだ国がドイツです。ドイツに行くために、まずドイツでサポートしてくれる人を探しました。それからはドイツ留学のために日本でするべきことなどを聞きながら、ビザのことだったり、航空券のことだったり、一つ一つ終わらせて準備をしました。短期間でいろんなことを同時にしてきたので、ドイツ語を全く勉強できませんでした。ドイツ語を全くゼロの状態でドイツに行ってしまったんですけど、もうすぐ語学学校に行って、もう語学学校でももう何言ってるのかわからないし、何も聞き取れないし、もうほんと公開処刑みたいな感じで、1ヶ月もう頑張って乗り過ごしたんで、ドイツ留学を考えているのであれば、もう先にドイツ語を勉強するなり、英語を勉強するなり、何かしていった方がいいと思います。ドイツ来てからは SIM カードを買ったり、銀行のカードを発行したり、住民登録だったり、いろいろしなきゃならないことがあるんですが、僕の場合、サポートしてくれる人を雇っていたので、その人が全部、手伝ってくれて、すんなりドイツ生活をすることができました。その時はサポートしてくれる人を探しといてよかったなと思ったのですが、今思うと自力でした方がいいなと思いました。そっちの方が自分の成長につながるからです。もし海外生活を楽しみたいだったり、ただ目的ないけど海外に来ちゃったって人がいれば、サポート会社を使わず、なるべく自分でやっていった方が自分の成長につながると思います。何か目的があって、早くでもその目的に近づきたいだったり、目的を早く達成したいっていう人がいれば、サポート会社を使った方が時間短縮になったり、スムーズにドイツ生活に、溶け込めるんで、そっちを使っていただいた方が僕はいいと思います。留学をして成長するか成長しないかはあなた次第です。今回はドイツサッカー留学ってよりは、ドイツ留学をするまでの流れみたいな話になっちゃったんですが、次回はドイツに来て、ドイツでプレーをして、その中で、思ったことを言っていこうと思います。